大人が英語を嫌なら English English。一体どうやったら英検一級の語彙問題で満点取れるの？おー、はいはいはい、なるほど、はい、英検といえば単語芸と言われるぐらい英単語暗記するのが重要だよと言われると思うんですけれども、うん、ちなみになんでこの大問1で点数をなるべく稼いだ方がいいのか教えてもらえますか？なぜいいのか、なぜ、いやいや合格するためには当然点数は1点でも多い方がいいと思うんですけど、はい、コスパはいいので、うん、短時間でポンポンポンと点を取ることができるっていうのがありますね。そうですね、ただ難しいですからね、捨てる人もいっぱいいると思いますね。はいはい、そうですね。しかも英検1級になってくるとやっぱ1冊の単語帳だけで、まあ、25問語彙問題が出ますけれども、25問全問正解するのってできないじゃないですか、はいはい、じゃあどういうふうに単語帳を組み合わせたら満点取れるのかなっていうのをちょっと今回調べてみました、はい、調査に使った英検は23年度の第1回ですね、うん、これは単熟語 EX の第2版が出ましたよね、はい、で22年度までの過去問で何パーセント取れていたのかを比較した動画がこちらにあるので、うん、まあ、そちらを見てもらえると分かるんですが、ほぼほぼ 100% カバーできていましたと。まあ過去問に基づいて作ってますからね。そうなんですよね。それはそうなんです、うん、なのでじゃあその過去問に含まれてない、はい、2023年度のものだったらどうなのかっていうところを調査しまして、うん、はい、ただ 100% はやっぱり網羅できてなかったので、うん、その抜けを埋めていくっていう企画ですね、はあ、なるほど、はい、はい、こちらの調査に使用している大問1の分析シートに関しては武田塾イングリッシュの公式 LINE に登録していただいて、最後にお伝えするキーワードを入力していただくことでダウンロードしていただくことが可能になっております、うん、はい、ぜひ最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。で23年度の第1回では単熟語 EX 第2版を使うと派生語まで含めて25問中21問が正解の選択肢ですね、はい、が収録されているという結果になっていました、うん、なので残り4つの単語をどう埋めていくかなんですけれど、うん、まあ、今回パスタンであったり究極の英単語ボリューム4とかですね、うん、あとトフルテスト上級英単語2500みたいな参考書を使って調べまして、うん、どれに載ってるんだと調べていったんですけれども、うん、まあ、ちょっと面白い結果になりましたね、はい、収録されていなかった4つの単語はこちらです。 Conversant、うん、Intercede Infirmary Tart っていう4つの単語です、はい、Tart で話題になりました。めっちゃまずいって言って、はい、そうなんですよね、載ってないじゃんっていうね、うん、最初のConversant っていう単語なんですけれども、パスタン4定番とパスタン5定番も調べたので合計5冊ですね、はい、調査しまして、なんと載っていた単語帳は1冊だけ、パスタンの4定番にしか載ってなかったですね。お、なるほど、前のやつですね、はい、ちょっとむちゃくちゃなんですけれども、まあ、パスタン4定番と単熟 EX 第2版両方とも完璧にしていたらこの単語も取ることができたということになりますね、うん、はい、ちなみにこの Conversant っていう単語が正解になった時に不正解の選択肢3つあるじゃないですか、はいはい、その3つの単語が EX 載ってたのかっていうのを調べまして、あ、なるほど、3つの単語のうち2つはまず掲載されてませんでしたと、うん、で1つの単語は掲載されてたんですけど派生語として掲載されてたので、うんうんうん、やっぱちょっと EX だけだとこの単語を正解するのちょっと難しめかなという感じになりますね、うんうん、はい、で次の Intercede ですね、うん、正直この Inter っていう、はい、窃盗字があるんで、うん、まあ、ぶっちゃけ単語帳載ってなくても正解できてほしいなっていうものではあるかなと思うんですけれども、はいはい、うんうん、まあ、シード進むですからね、はいはい、先ほど述べた5冊の中でなんと掲載されていたのは1冊だけでした。ほう、なるほど、はい、でその1冊がトフルテスト上級英単語2500、あ、トフルの方に載ってたんですね。ですね、はい、まあ、しかもこれかなり難しい参考書になってますので、うん、まあなかなか手を出すのは難しいかなと思うんですけれど、うん、はい、まあ、そこまでやってれば一応見出し語として掲載されているものではありますね、うん、はい、こちらの問題についても不正解の選択肢の3つの単語が EX に載ってるか調査してみまして、はい、3つの選択肢のうち2つの選択肢の単語は見出し語として掲載されてました。あ、なるほど。で載ってなかった単語についても Compile っていう動詞なので、はい、もしかしたら準1級とかでもギリギリでのレベルですね、はい、そうですね、変算するとか、はい、なので、まあ、掲載はされてないけどその不正解の選択肢が分かることによって正解を導き出せるとも言えるのかなっていう感じではありますね、うん、 なので、まあ、これに関しては先ほども言いましたけど窃盗時設備時も分かりやすいんで載ってなくても正解できたのかなっていう気はします。で3つ目の単語がインファーマリーだったんですけれども、こちらはなんと5つの単語帳全部載ってませんでした。なるほど、はい、代わりに載ってた単語としてはインファーミティかインファーム、うん、はい、まあ、虚弱体質とか、はい、うん、まあ、虚弱なみたいな単語なんですけれども、ちょっとだけ意味が違うので、うん、そうですね、診療所出てくるかどうかですよね、うん、関連してはいるんで推測できるかもしれないっていったところですかね、うん、まあ、なるほど。だからドラマとか映画見てればね出てくることはあるんですよねこの単語ね。でもまあ、うん、単語帳で勉強しててはなかなか出やないかもしれないですね、はい、で最後のタートですね、タート、はいはい、話題になってですね、はい、酸っぱい、
ですけれども、はい、こちらは5冊中1冊だけ。おー、へー、はい、載ってたのがトフルテスト上級英単語2500ですね。また出た、はい、トフル、はい、はい、やっぱこのトフルテスト上級英単語2500の方が英検1級よりも上のレベルの単語を扱っているので、はい、載ってないけどこれには載ってるっていうのが意外とあるかなと思って調べたんですけど、やっぱりありましたね、はい、ただやっぱりこの単語帳も一緒に回すっていうのはかなり大変なので、正直ちょっと難しいかなっていう気はしますね。で、同じ問題の不正解の選択肢3つのうち1個は一応 EX に載ってました、はい、まあ、ただ載ってなかったのも Cozy と Smug なので、はいはい、難しくない、難しくはないので一応推測で消去法とかで解けなくはないかなぐらいな感じですかね、ということでしたね、はい、まあ、という感じだったんですけれども、どうですかね。そうですね、いや、こんなに何冊もやるの大変じゃないですかそうなんですよね、めちゃくちゃ時間かかりますね、きっと、はい、なので、まあ、合格するっていうことに関してはね、もう絶対1冊だけやり込んでもらったら、うん、もうそれで十分合格点取れるんで、うん、まあ、そんな英検1級の語彙問題満点取るんだってね、やってる人はどれぐらいいるかですけど。そうですね、まあ、本当にカバーしたければね、まあ、やっぱデタタンとかアプリでやるしかないと思いますけどね。はい、まあ、でもやっぱりデタタンでもね、初めて出ましたみたいな単語出てきますし、うん、そうですね、まあ、毎回とは限らないですけど、まあ、まあありますからね、初めて出る単語ってありますからね、はい、そうですね、まあ、なので普段から洋画とかネットフリックスとか使ってみたりして、その英単語帳に載ってない単語についてもある程度触れておいてもらう必要があるのかなと思いましたね、うんうん、そうですね、うん、まあ、どれだけ満点目指すかですけど、はい、と思います、はい、という結果でございました。はい、でこの調査に使ったスプレッドシートなんですけれども、武田塾イングリッシュの公式 LINE を友達追加していただいて入力してもらうワードは英検1級です。はい、英検1級と入力してもらえればこちらのシートが送られてきますので、ぜひそちらを見ていただいて、うん、ちなみにこのシートではその22年度の第1回から第3回でパスタン4定番パスタン5定番、うん、単熟語 EX 第2版がそれぞれ何パーセント正解の選択肢を網羅していたかも一緒に見ることができるシートになっておりますので、ぜひ参考書選びなどにお役立ていただければなと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。